男子バレーボール部の皆さんです。それでは会場の皆様、この試合で勝利しました NEC レッドロケッツ古賀紗理那選手にお話を伺います。まず今日の試合の感想を率直に聞かせてください。はい、今週から久々に試合が再開して、しっかりストレートで勝ち切れてよかったかなと思います。はい、古賀選手の今日の手元の集計で成績なんですが、絶好調でアタックがチームトップの20本、ブロックが3本、サーブレシーブの成功率がチームリベロに次ぐ2位で 63%。 この絶好調の要因は何なんでしょうか。はい、特に私たちは組織でこうプレーをしているので、私個人の数字ではなく、こうチームとしてしっかりストレートで勝ち切ることができて、今日はチームの成長を感じることができてよかったです。ありがとうございます。今チーム力という力
説明がありましたが、先日の皇后杯全日本選手権で見事チーム2連覇、ご自身も MVP と大活躍でした。今日の試合もチーム全員で、絶好調、古賀選手に引っ張られる形だったと思うんですが、そのチーム力で勝っている点についてはどのようにお考えですか？はい、特に一人ではプレーできないので、それぞれ隣の人としっかりこうコミュニケーションを取るもそうですし、こうチームそして難しいもうチームの全員で勝っているということですね。力がまとまったということですかね。はいはい、はいはい、ちょっと難しかったようです、すいません。はい、では、今後の目標ですね、聞かせてください。はい、明日も試合があるので、しっかりこう今年最後の明日試合になるので、しっかり勝ち切って次の年に迎えたいなと思います。はい、では最後に、応援に駆けつけてくださったファンの皆様に一言お願いいたします。はい、特に今日もたくさんのこうファンの方が来てくださってとても嬉しく思います。明日も会場でこう私たちの背中を押してくれると嬉しいです。ありがとうございました。古賀紗理那選手にお話を伺いました。引き続き古賀選手には本日の試合球にサインをしていただき、会場の皆様にプレゼントさせていただきます。しばらくお待ちください。はい、書けましたでしょうかね。はい、それでは古賀選手お願いいたします。